こんにちは、こじこじです。今回は毎月恒例ハードオフで買ってきたもの紹介、夏休み特別企画第2弾、スーパーファミコンのソフト紹介特集を行っていきます。前回Wii のねソフト紹介特集したんですけども、なんかちょっと視聴率が伸び悩んでいてちょっとがっかりしているんですけども、まあ、気分をね取り直してスーパーファミコンソフト紹介していきます。まず最初のソフト、価格がね安いものから紹介していきます。最初はこちら、スインビーレインボーベルアドベンチャー、価格108円ということで購入してきました。僕はねこのねツインボーレインボーベルアドベンチャープレイしたことないんですけども、どうやらねアクション要素のあるゲームみたいですね。僕がプレイしたことあるのはファミコン版のツインビーでね、もうシューティングしかプレイしたことないので、ちょっとね内容についてはわからないんですけども、ツインビーというとね甲田真理子さんがやっていたラジオ番組ツインビーパラダイスがね印象的ですね。合言葉は B ということでね、知ってる人しかわからない話しちゃいました。続いてこちら、スーパーファミコンイース3、価格こちらも108円でした。イースというとPC 版のね、イース1、2がリメイクされた時、イースエターナルだったかな、プレイしたことあるんですけども、イース3はね、プレイしたことないので、これはね、ちょっとどんな感じのゲームだかやってみたいですね。非常に楽しみです。続いて、こちら、ヘラクレスの栄光3ということでね、パッケージムキムキのね、古代ローマの彫像みたいな人が書かれています。価格なんですけども、もちろん108円で購入してきました。ヘラクレスの栄光、多分ね RPG ソフトだと思うんですけども、データイーストさんがね作ってたんですね。このデータイースト株式会社って書き方がねまたすごくねいい感じですね。うん、続いて違う店舗の方にね行ったところ、なんとね多分飯島くんが持っていたと思われるね飯島ソフトコレクションが売っていたので、その中からね僕が欲しいソフトだけ購入してきました。まず最初はこちら、悠々白書特別編ということでね、クラマが陽子形態でねパッケージに映っています。クラマはね別にクラマ形態で映っててもいいんじゃないかと思うんですけども、まあ最終編に近い感じのね内容なんだと思います。価格216円ですね。悠々白書というと個人的にね潜水編がすごい好きですね。潜水を含めた7人の仲間、それぞれねゲームマスターとかゲートキーパーとか、グルメとかねコードネームを持っているんですけども、なぜか潜水だけねダークエンジェルというねめちゃくちゃ中二病なねネーミングセンス、なんでねすごいネーミングセンス、スナイパーとかかっこいいネーミングセンスあるのに自分だけダークエンジェルにしたのかが謎ですね。なんかアニメーションをそのまま移植した感じのねビジュアルグラフィックでねすごくその当時人気があったみたいです。ビジュアルグラフィックってなんだよってね、ビジュアルとグラフィックでね人気があったみたいです。続いてこちら、スーパーワギャンランド2、価格なんですけどもこちらも216円でした。飯島くんの名前入りなんですけども、ちょっとね珍しいソフトなので今回購入しました。ワギャンランドというとファミコン版のソフトをね親戚の女の子から借りてねプレイしていましたね。ワギャンランド、しりとりとかねボス戦がねアクションじゃなくて何ですかね、知恵比べバトルなのでね個人的にすごい好きでしたね。特にしりとりは選ぶ絵にね何種類もの意味があってね、それをね考えるのがすごく好きだった。ただねワギャコプターだけはねワギャンの首がくる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 回転してるので、ワギャンの首取れちゃうんじゃないかなとね子供ながらに思っていた思い出があります。続いてこちら、強ししっかりしなさい対戦パズル玉、価格なんですけども216円ですね。僕ずっと飯島くんって言ってたんですけども、もしかしたらこれ飯島さんかもしれません。このソフトのラインナップ見るとややね女の子っぽいラインナップ、はい、強ししっかりしなさい小学生の頃ね見ていましたね。コナミが作ってるゲームでときめきメモリアルのね対戦パズル玉もあるんですけども、強ししっかりしなさいの対戦パズル玉ってねどの層に人気があったのかね全く謎だったりします。で、強ししっかりしなさい自体がなんか幻のアニメみたいなね言われ方がしてて、僕は一応子供の頃見てて、主人公の強しのね声優さんがね小野坂雅也さんでね、
トライガンのねバシザスサンビードとか、カードキャプターさくらのねクロちゃんのケロベロス形態の声とかねされていた方でね、結構好きな声優さんだったりするので、うん、これはちょっと嬉しかったりします。続いてこちらだけ袋入りなんですけども、ハローパックマンということでね、価格324円で購入しました。ハローパックマン、なかなか見かける機会がないゲームなので、今回ね袋入り324円でもまあいっかということでね購入してきました。はい、パックマンというと普通のパックマンとパックランドをプレイしたことがあるんですけども、これはどっちかというとね、パックランド系のね、ゲームみたいですね。これすごくね、楽しみだったりします。続いて、ハードオフだけだとね、どうしてもね、なかなかソフト手に入らなかったので、ワンダーレックスで買ったソフトも紹介します。ウィー特集と一緒で、同じ時に買ったソフトなので、ワンダーレックスにもね、行っています。まず最初のソフト、こちら。ボンバーマンビーダマン、価格なんですけども100円ということでね購入しました。ワンダーレックスはね税込み100円なのでね、ちょっとだけお安い感じがしますね。1996年のソフトということで、僕はビーダマンよりかどっちかというとねミニ四駆の方が好きでした。レッツエンドゴー、小学生の時ね見てましたね。レッツエンドゴーというと、レッツエンドゴー最後の方ですね、レッツエンドゴーマックス、レツヤとゴーキですね。レツヤとゴーキが出るね、最後、もうなんか、なんですかね、ミニ四駆バトルトーナメントみたいなタワーが立ってて、そこでね、対戦するのがね、なんかもう最終的にね、子供心に、あ、意味わかんねえと思いましたね。でも、うん、それよりも、どっちかというとね、さらにハイパーヨーヨーの方が好きだったりします。2006年とか2010年代に流行ったハイパーヨーヨーの第3世代かな。はい。マーキュリーっていうね、ハイパーヨーヨーなんですけど、これすげえ回転数なんですよ。こう、ヒューンって普通に回すだけで、1分とかね、1分半とか回転するね、ハイパーヨーヨーですね。市販の中ではかなり回る方だと思います。続いて、こちら。スーパーファミコン版のヨッシーのクッキー。価格100円ということでね、これはかなりラッキーだったと思います。ヨッシーのクッキーというとファミコン版出てたのは知ってるんですけども、スーファミ版一体いつ出たんでしょうか。ファミコンと同時発売だったのか、その後ファミコン版をリメイクして作ったのか、ちょっと謎なんですけども、1993年ということでね、ほぼファミコン版と同じ時期にね出ている感じなんじゃないかと思います。どんなグラフィックになってるのかね、すごく楽しみです。続いてちょっとねお高めのソフトなんですけども、こちらファイアーエムブレム聖戦の系譜、価格300円で購入しました。袋入りソフトなのでちょっとねお高めなんですけども、ファイアーエムブレム紋章の謎はねよく見かけるんですけども、聖戦の系譜あんまり見かけないのでね、まあ300円でもいいかということで購入しました。なんと1996年のソフトということでね、スーパーファミコンかなり高機能ソフトですね。ただねパッケージ、ここのイラストちょっとね焼けちゃってる感じがするんですけども、これは元々なのかちょっとわからないんですけども、まあないよりマシだということでね購入してきました。ファイアーエンブレムというとトラキアが出てたと思うんですけども、トラキアってこれより後なので、1998年とかなのかな、もうほぼほぼねサターンとかプレステに移行してる時にトラキア出したんですね。なんですかね、ファミコン芸人藤田さんのね、なんですか、駿河屋の、スーパーファミコン書き換えソフト、ロッピーで書き換えられるソフトをね、買ってね、中身確認する動画をね、たまに見るんですけども、またトラキアかーって言ってる印象があって、もうそんなトラキアあるなら2000円ぐらいでいいのでね、分けてほしいなって感じがあります。僕が多分ね、駿河屋さんのあれ買っても多分なかなかトラキア出ない感じがするんですよね。トラキアかなり当たりだと思うんですけども、個人的に羨ましいなと思って見ています。続いてこちらスーパーチャイニーズワールド2ということでね、こちらも価格300円だったんですけども購入しました。スーパーチャイニーズワールド系もねあんまりジャンクでは見かけないので、まあ、300円安いだろうということでね購入しました。スーパーチャイニーズワールドというとファミコンの頃からね2人同時プレイができるのでね、弟と一緒にねプレイしていた思い出があります。子供の頃は本当にねファミコン楽しかったな。
弟がいたからなのかな、一緒にプレイするとね、まあ、友達とかも確かにイエオンでめちゃくちゃゲームしてたので、やっぱ友達とか弟とかいるとねめちゃくちゃ楽しいですよね。大人になって一人でゲームプレイするとね、なんかもう寂しいことこの上ないですよね。悲しい悲しい話が悲しくなってきた。それでは最後のソフト、最後のソフトはこちら、スーパーファミコンのときめきメモリアル、価格300円で購入しました。こんな感じです。しっかりね箱ついている感じですよ。おお、ついに手に入れました。32メガバッテリーバックアップということでね、いつも動画でね間違えちゃうんですけども、こち亀のねホンダじゃなくてサコンジがね好きなねときメモですね。ホンダは確かねバイクに乗るとねキャラが豹変しちゃうキャラなので、さらにときメモもやってるっていうとね、キャラクターの方向性がめちゃくちゃブレブレになっちゃうのでね、まあホンダではないっていうのはねなんとなく分かったんですけど、いつもコメント欄でねサコンジだよってね指摘されてて、やっとね間違えずに言うことができました。はい、ちなみにプレミアム CD 付きということでね、まあ中古なので入っていないとは思うんですけども、もしも入っていれば歌がときめきオールスターズの2人の時 With You というね曲 CD が入っているみたいです。ちょっと振った感じ、結構ねカシャカシャいっちゃうので、多分説明書もプレミアム CD もついてないと思うんですけども、中身ね開封してねチェックしてみたいと思います。それではワクワクドキドキのね開封ですね。 CD とかついてんのかな、まさかねついてないとはね思うんですよね。一応言ってもね300円なので、これで CD ついてたらねかなり貴重だと思います。よいしょっと、開封、説明書はまあついてるとして、 CD がついてるかですね。 CD ついてるか、じゃ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 、お、じゃあ説明書ついてますね、取説ついてます、じゃ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 んと、あーこれどうやらね CD はねついてなさそうな感じですね。それではほいしょっと、あ残念、 CD ついてませんでした。はい、ソフトこんな感じですね。ソフト自体めちゃくちゃ綺麗、なかなか見かけないですよ、ときめきメモリアルスーパーファミコン版。後ろ側もかなり綺麗ですね。最近なんかスーファミのね偽物がね溢れてるということでね、うん、確かにねちょっと電子工作の心得があって、中のねロムとか焼けるロムライターを持ってる人だったらね簡単に作れちゃうんですけども、まあ、皆さんもね引っかからないように注意してください。それではちょっとね忘れていたんですけど、本当に最後の商品こちら、必殺コマンドコントローラー、コナミ製ですね。今でいうチートツールなんですけども、ボタン一つでね波動拳とか出せる感じのねコントローラーになっています。ボタン超いっぱいついてる、かっこいいということで購入しました。価格なんですけども324円、この綺麗さで324円、なかなかないですか、なかなかないですかじゃない、なかなかないですよね。個人的に超ラッキーだなと思って購入しました。これいいですよね、普通のスーファミコントローラーとしても使えますし、なんですかね、クリアできない面とかあったらね、ちょっとジャンプ2段階ジャンプとかここら辺にやってね、ピュピュピュみたいな感じでねクリアできるのかなというね、ちょっと夢を持ちつつ購入しました。これいいですね。ということで今回ハードオフとワンダーレックスに行って、ジャンクのスーパーファミコンソフト新たに12本購入することができました。これで12本ね新しいコレクションがね増えた感じです。300本超えしたのかなコレクション、そろそろね350本間近ということでね、これからもねどんどんスーパーファミコンソフトね買っていきたいと思います。ただ最近ねスーパーファミコンソフトねどんどん値上げされていて、まあ、300円がね基本価格みたいな感じになっちゃっていて、僕がねハードオフ通っていた当時は、まあ、100円がね本当に普通で、100円でもね本当に選びきれないほどソフトがあって、その当時は僕が昔持っていたソフトだけね集めりゃいいかなって感じで買っていて、だんだんね持ってたソフトも集まって、じゃあ珍しいソフト集めようということで珍しいソフト集め始めて、その後はねもうねひたすら買いまくってる感じなので、もうそれこそ1000円でもね本当にレアなソフトならね買ってもいいかなぐらいのね感覚になってしまいました。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、
グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。チャンネル登録ボタンの横にこんな感じのねベルボタンがあるんですけども、そちらをねクリックしていただくと最新の動画の通知が届くということでね、興味のある方合わせてクリックしていただけると幸いです。またこちらに関連動画があるのでよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。